皆さんこんこにちは柳三之助です落語に関するポッドキャスト新シリーズ題しまして『焦点からの脱出』「ライブで落語を聞こうぜ」の今日は第10回目でございます。 えー、コロナ禍でライブはまだなかなか厳しい状況なんですけれども今のうちにしっかりと、まあ、寄せや落語会の楽しみ方を抑えてもらって来たるべきその時には一気に落語会に飛び出していただきたいというそんな内容になっております、えー、今回はですね「話し家の呼び方」ちょっと漠然としたタイトルですが皆さんも知りたいんじゃないかなと思って、えー、今回はおしゃべりしてまいります最後までどうぞ お楽しみくださいさてさて、えー、私は柳家三之助でございますがだからよくね、あのー、よそであの私を呼ぶ時にね柳屋さんなんて呼ぶんですよあのほら皆さんで言うとこの名字これがまあ私の柳屋で,で名前にあたるところが三之助じゃないですかだからやっぱり呼び捨てはまずかろうっていうことなのかな柳屋さんって呼ぶんですよ。 うんまあ、間違っちゃいないですけどねあの柳家はいっぱいいるんで、えー、芸人さんを呼ぶ時には多分できれば噺家の場合ね下の名前で呼んだ方がこっちもしっくりくるし皆さんもちょっと「おこの人わかってるね」なんて思われたりするんじゃないでしょうかね。でその私が今言ったこれ柳家にあたるとこみ皆さんの名字にあたるところをねこれはね名字とは呼びません。ととというかといううか 帝号ってて呼び方をしておりますなこれはねなんとか「帝」っていう話かもいるでしょ三遊亭とか古今亭ね、うん、だからその「帝」の字を取って帝に「帝」に「号令の「号と書いて「帝」ですよねうんこの「帝」はね、まあ、柳家でも「帝」号っていうんですよだから「帝」がつかなくてもねいろんなのあるでしょ皆さんも知ってるのはやっぱり三遊亭私柳家古今亭金言亭橘屋それから林家 春風亭なんていうのはずいぶん人が多いかな。ね。それからね、変わったところでは、あ、そう、髪型髪型髪型にはほら、桂ツなんとかとかね。笑福亭なんとかなんてね。で、桂はあは髪型の,ーのまあ、発祥なんだけれども、うん、こっちにもいますね、えー。東京にも桂何が知って話かいますよね。で、他にもね。 あの珍しいところではまあ珍しくないかもしれないけど立川なんてのは本当は珍しかったんです今お弟子さんとかねいっぱいいるんで随分大所帯になりましたが立川三昇亭入舟亭霊霊社龍亭,亭それから五街道それから露、えー、のなんとかとかあるいは月亭なんとかとか聞いたことありますかねそういう亭語まだまだたくさんありますけど、まあ、代表的なところはそんなところですかね。 えー、江戸の落語におきましてまあ落語の祖とされる、まあ、人物がいます。この人は三章亭唐楽と言っておりましたが、あのー、最初はね今今は今三章亭唐楽って話がいるんですけど最初はね字が違ってたんですね。えー、三章亭は今は3つの笑いの亭唐楽は可能の科に、えー、楽しいって書くんだけども最初はね山に生きる亭。 そして、辛くは、花に、それから楽しいって書いたんじゃないですかね。で、この三章亭辛くってのはね、まあ皆さんも何度もこの三章亭辛く、三章亭辛くと言っていただければ分かるんだけど、三椒は小粒で、ヒリリと辛いって聞いたことありますでしょこれのパロディーというんですか、ね、三章亭辛くと、うん、遊びでつけた名前ですね。結構、しゃれが効いてて面白いと思うんですけれども、まあこういうしゃれでついた名前ってのは、 結構多いですよね「うん、三遊亭炎生なんて今違う字書きますけど山で遊ぶ猿が生まれるって書いて「三遊,三遊亭炎生なんて書いてた時代もあるしね。うん、えー、金ヶ原に馬生まれるって書いて亭ですよ、うん、なんか意味があったりね、えー、するんですね古い名前ってのは。 今はもうそのお弟子さん孫弟子さんってことになって定語だけを引き継いでなんか師匠の一文字をもらってこうつなげていくっていう名前も結構ありますがねうんまあなかなか名前もね、えー、一筋縄ではいかないところがあってまあ名前が好きだっていう人いますよね名前のこうルーツとかその何、うん、て言うのかな我々のこう家系図じゃないけどそういうものを一生懸命研究してる方もいらっしゃいますよねでこの話し方ってのは何回か 名前を改めるってていうことがありりまます解明ですすでな私も一度だけ解明しております前座の頃柳家小猿と申しました私が2つ目になった時に柳家三之助になりまして真打昇進の時は解明をせずに今に至るというこういう私は名前の変遷を持っておりますが、えー、前座2つ目真打で全部変えるって人もいますよね。で私みたいに前座から2つ目の時だけ変えるって人もいる。 それから真打ちに昇進する時だけ1回変えるっていう人もいる。それから前座のまんま一度も変わったことがないっていう人もいますね。えー、林や林家ペ平師匠なんて、えー、前座の時から亡くなるまでずっと一つ名前で通しました。そういう人もいる,いることありますねでそれからですね。 あとで、えー、名前を襲名するってこともこれは後で申し上げますがあ,ありますんで別に名前を何回変えなきゃいけないっていうルールがないってことだけちょっと覚えておいてくださいねそうですね解明において,きましてもですね全部まるっきり変わっちゃうっていう人もいますな私は柳屋は変わらずでしょね小猿が三之助になっただけでも中にはですね えー、そうですねまあ自分の一文の名前を継ぐっていう時に必ずしも帝国が同じじゃない場合もありますそですからね弟子なのに師匠と帝国が違うっていうそういうことありますよ。えー、うちの柳家小三治の弟子には竜亭演じっていうのがいますよ。竜亭ですよねこれ。えー、でも竜亭ってのは柳の字が付く通り昔、まあ、柳屋ってのはね柳屋になる前はみんな竜亭だったんですよね。 えそういう歴史的な背景もあってまあ一門の名前とされておりますな、えー、それから、えー、春風亭小朝師匠のお弟子さんに橘や円太郎って、えー、人がいますこれも違う言いますよね五街道雲助って人の弟子に唐月庵伯爵って人がいますだからね必ずしも弟子師匠だから帝号が同じだっていうことじゃないわけです出世なみたいなものもあったりしますなだんだん名前を書いていくうちに うん例えば「子が取れたりね、えー、出世していくっていうね、えー、そういう名前もあったりしますな。まあ改名ってことを言えば五代目の古今帝神将って方がまあ改名王という、まあ、異名を取る方でどうもね借金取りから逃れるためにちょいちょい名前を変えて目くらましのように改名、えー、してたっていう噂があるので。 まあそれが正しい解明かどうかよく分かりませんがね、えー、この人はですねちょっとこれ読まないとあの私覚えちゃいませんから今紹介しますけどね新庄師匠は三遊亭長太って名前で。 まあ、話しなりましてその後三遊亭縁菊になってえ金元亭馬太郎になってえ古今亭武将になって金元亭馬琴になってそれから古今亭新馬になってえ小金井露風という公爵師の名前を使って公爵をやっていた時代もあってでそれから古今亭新馬に戻って。 それから金元亭馬金になって古今亭馬将になってそれから柳屋東三郎であった時代もあってそれから柳屋銀馬になって柳屋神五郎になって隅田川馬跡になってそれから柳屋神五郎になって古今亭新馬になってそして金元亭馬将になって古今亭新将になるという18回も。 <laughs> 解明しているということで知られているんですね帝王も変わるし、えー、この頃の時代なのでね途中でなんか師匠が変わったりなんかもしてるらしいんですよねですからまあ帝王が変わったり、えー、借金取りから逃げるために名前を適当に変えたりとかっていうまあ古き良き時代でございますな今はねめったりない せいぜい変える人でも前座2つ目真打と変えて真打になってから大きな名前を襲名して4回目これがまあ今は限界じゃないでしょうかね。そうじゃないとね覚えてもらえないからね名前を。だってこの新庄師匠はね最終的に十何回目だっけ18回目で変えたこの新章って名前がまあ、後世まで残ったのでまあ改名はね一つの エピソードとして残ってるんですがやっぱりこれはその最後の名前が売れたっていうのがやっぱり大きいですよね結局売れなかったらこんなに名前を変えたっていう歴史もなくなってしまうかもしれないっていうそういうことですな、うん、でチラチラさっきから申し上げてますが宗名ですよねあのいわゆるね 昔から何代目とかって言って続いてる名前のことを名跡って呼んだりします。ただの名前よりね。私なんて柳家三之助なんてね、話し家で名乗った人は多分誰もいないんですよ。私が初めてなんです。でこういうのは名跡とは呼ばないんですよね。えどん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 誰かが継いできた、例えば三遊亭、延長とか、それから柳家では古参ですな。もう六代目までいますよ。で、桂文楽、これは九代目までいますよね。そういうような名跡。 これはね名跡を継ぐときは改名じゃなくて襲名と呼ぶことが多いですな。真、う、打、ん、としてやっぱり何年も活動してでその名前を継ぐ,継ぐのにふしいんじゃねえかなんということになるとまあ襲名ってことになりますな。えー、僕の頃もそうですよね馬実師が馬将になる。馬将はもう今11代目でございますね。えー、古武兵師が林家正蔵を継ぎました。 これ9代目でございますな。そしてまあ,あ三五郎師匠だったあー今の六代目古参の襲名この辺りは私も実際に、えー、目の当たりにしている襲名でございますよね、まあ、最近もあの若手が、うん、名前を継いだりね最近だと「宣教」なんていう名前がね新しく襲名されたりとかしてますまあこういうのはねょしょっちゅうあるんですけれどもね、うん、やっぱり襲名の時もお披露目の興行があって。 披露パーティーがあったりして、真打昇進と同様のお祝いをし,しますな。どうかすると真打昇進よりもうーん、大がかりにやることが多いかもしれません、えー。さっき肖像師匠の話が出ましたが、今の肖像師匠のお父っつぁんが三平師匠ですよ。あのー、昭和の爆笑王と言われた林家三平。で、今、そのほら、小武平さんの弟さんが、昔一平と言っていたんですが、三平をついてるじゃないですか。ね えー、ついだったまで『商店にもレギュラーで出てましたけどね。でその、まあ、おじいさんがね七代目の肖像なんですよ。だからここはねあの話家一家っていうんですか代々と名前をつないで、えー、それも血縁関係もあってっていうそういう話かも結構増えてきましたな。あのー、歌舞伎はね 血筋の関係がすごく大事なんですけど話し家は実はあんまりそういうのがなくて最近そういうのが、まあ、ちょいちょい出てくるようになったってことだと思いますな五代目の子さん私の師匠の五代目のせがれさんが六、えー、代目を継いでいるとかねでお孫さんは柳家家六さんでございますよねそうやってここも話し家一家と言えるかもしれません金王になった元の金馬将そしてそのせがれさんが えー、金時と言っておりましたが今、あのー、金馬を継いでます。これも親子関係ね。えー、それから亡くなった縁肉師匠と新しく縁肉を継いだ元菊匠とよよ呼ばれていたね、えー、兄さん。あの兄さんも親子関係だしね、えー。高楽師匠と大楽さんとかも親子ですな。それからほら髪型だと亡くなった米朝師匠と小米朝師匠、ね。 これ親子でございますいろいろ結構こう,こうやってあげてみるとまだまだいますな。あ菊久扇師匠と今の菊蔵さんもそうだしね。えー、結構まあ最近親子の話が増えてきたってことですかね。まあ狂言とかの歌舞伎はそういう親,親子でやってるって人は多いかもしれませんが話し家はね基本的には世襲制ではないので、えー、名門だから2世だからといって出世が保証されてるわけじゃないですな。 うん、いやっきゃかえってお父っつんが超売れっ子ってことになるとせがれさんとか、うん、これなかなかのプレッシャーじゃないかと思いますよね。でもまあ、うん、今はどんどん増えていってるなっていうのは皆さんもお分かりいただけたんじゃないでしょうか。で歌舞伎だとねまあ,あのもちろん市川團十郎とかなんとかってみんな名前名跡が残っていくんですがそのほかにほらよくあの大向こうからね「歌やーとか「りまやーとか「高麗やとか。 そういう掛け声がかかりますよね。これはあのや、ー、ごって言ってますよね。あんまりこう歌舞伎の通の方はね、なんていうの名前をちゃんと呼びませんな。うん。あのー、今回のおとわさん、おとわ屋さんの芝居は良かったねなんてね。ちょっとつぶったっていう言い方になるかもしれませんが、そのやごでもって。 呼びますで話し家も、まあ、さっき言った通りですね定号はあるんですが定号では呼ばないんです「柳屋さんこっち来て」って全員来ちゃうんでいっぱい来ちゃうんでね、えー、ですから、あのー、そうですねそういう「通」の呼び方といえばその話し家が住んでいるところ町名で呼ぶっていうのが結構昔はありましたなうーんそうね8代目の先代の文楽師匠は上野の黒門町に住んでましたから「あの待ってました!」。 黒門町なんていうふうに声をかけるお客さんがいてね、えー、それからですね遠征師匠6代目のこれはの新宿の柏木に住んでたんでもっと明日柏木っていう呼び方がありますなえー、新町師匠はね屋来町神楽坂の上の方に住んでたから屋来のお所さんなんて呼ばれてましたうちの師匠も、えー、高田の馬場に住んでたんでねうん馬場がねなんて そういう言い方をまあし方がねあんまりお客さんはお使いにならない方がちょっと嫌味になったりもするからなそこは難しいとこでしょう。なんか「ツーブルっていうのは「ツーな方はよろしいんですがね「ツーブってる方」ってのはねえ どうでしょう他のお客様から見えて、えー、いい風に映るかどうかってのがあるんで難しいところですがね我々話家はねどこどこの師匠なんていう時にそのところ町名を使ったりしますがこれも住宅事情でそういういいところに住んでる話家が少なくなりましたので今はあまり町名で呼ぶということはないですが第一借家に住んでてねええ なんとか団地3号棟とかそういう呼ばれ方はあまり名誉なことではないので、えー、今はそういう呼び方が少なくなってちょっと残念ではありますなさあどうでしょう、えー、我々の名前についてまあもっとお話しすることはいっぱいあるんですがあんまり長くいけないなるといけないので今日はこのくらいにしておきましょうかお開きでございます次回もまた違った視点から寄席や落語のことをお話ししてまいりますので どうぞお楽しみに